ですね、と思っか、じゃん、グレイル購入品紹介でございます。はい、自分的には久しぶりにグレイルを購入しましたので中身を紹介したいと思います。はい、で私の基本情報なんですけど、身長が163センチで体重が約50キロ、普段は服のサイズ M サイズを購入しております。はい、じゃあ紹介していきたいと思います。まず1点目がじゃん、厚底シューズでーす。フットヒールレースアップシューズ、カラーがブラック、サイズが24センチです。お値段が税込みで1799円でした。なんか私今まで楽だからという理由でずっとね平らなパンプスを履いてることが多かったんですよ。でも最近はいろんな服とか靴に挑戦したいなと思って、今までねあまり履いたことのない厚底シューズを買ってみました。はい、これはですね厚底になっておりまして、ヒールの高さは 7.5 センチです。すごくね高すぎず低すぎずという感じでちょうどいい高さだなと思います。はい、で素材はですね布の素材になっております。で柔らかくてねすごく履きやすそうです。で靴の裏なんですけど、ちゃんとね滑り止めがついているので、これからの季節安心して履くことができそうです。はい、じゃあこちらを履いてみたいと思います。はい、履いてみるとこんな感じです。厚底なんですけど、うわヒール高って感じもしないので、履くときにヒヤヒヤしなくていいなと思いました。はい、じゃあ次紹介します。じゃん、こちらのスカートです。ベルト付きスウェードフレアスカートです。カラーがモカという色で、サイズが M サイズ、価格が税込みで1599円でした。ではこちらちょっと開けてみたいと思います。色がねすごいいい感じで可愛い。はい、こんな感じです。そうね、長さがわかりますかね。結構ね長めの丈のスカートです。で色これですね、色がすごい可愛いです。今流行りのですねモカブラウン系の色です。で素材はですねスウェード調な素材になっております。なのですごく温かみがあるような感じの素材です。温かみ、ぬくもり。で、こちらですね、カラーの展開が全部で6色ございます。ブラック、ブルー、パープル、ベージュ、キャメル、モカの展開です。はい、で、こちらですね、あとベルトがついてきました。はい、ベルトはですね、ブラウンの革っぽいベルトです。スウェード調のスカートにこういう革のベルトを合わせるのが、すごく秋冬らしくて可愛いし、高見えしそうだなと思いました。おー、なんかもう色がすごい可愛い。このコラボ。はい、履いてみようと思います。はい、履いてみました。はい、すっごい可愛いし、履きやすいです。すごいね歩きやすいですし、階段登る時もね楽ちんで登れます。で長さはですね足首よりちょっと上の長さです。あとですね結構短い目なんですけど、ちゃんと裏地がついております。はい、全身はこんな感じです。360度こんな感じです。ニットをインしない状態だとこんな感じです。でこのニットがですね切り込みが入っているので、すごい動きが出て可愛いなと思いました。はい、次紹介するのはじゃん、こちらはですねなんとコートです。もうね今年コートがすごく美味しくて、やっと届きました。満足です。いや満足しないで紹介しなければ。はい、こちらはですねボアテーラードジャケット、カラーがモカで、サイズがフリーサイズで、価格が税込み3099円でございます。個数が1個。はい、じゃあ早速開けたいと思います。楽しみー。あー、やっぱネットの通販ってこのワクワクがたまらないんですよ。じゃーん、こんな感じでーす。ショート丈のコートでございます。で今流行のボアの素材です。え、あったかそう。めっちゃあったかい。生地がねすっごいしっかりしてるので、めっちゃめちゃあったかそうです。はい、色はピンクとブラウンの間、モカの色でございます。さっき買ったモカのスカートとね合いそうだなと思って嬉しいです。はい、で中がですねキルティング素材っぽいのになっておりまして、触るとねモコモコしています。はい、で襟がですね大きめの襟がついておりまして、でこちらの部分はボタン2個ついております。でここの下の部分はゴムの素材になっております。じゃあこれを着てみたいと思います。はい、こんな感じでーす。わ、すごいモコモコしてあったかい。ぬくもりを感じています。で袖の部分はゴムでキュッとなっております。こういう手首とか足首とか引き締まっていると着痩せ効果があると聞いたので、着痩せ効果があると思います。これはいいですね。はい、でこちらはですね色の展開が全部で3色ありまして、ブラック、ベージュ、モカの3色です。はい、最後に今日の全身コーデをご覧ください。はい、今日の全身コーデこんな感じです。このコートとスカートがどっちもモカの色なので、それがすごく合ってね可愛いです。でこのコートがモコモコしてるんですけど、足元がねすごい厚底なので、この下がね引き締まっていて全体のバランスが取れていていいなと思いました。で締めるとこんな感じになります。はい、
ということで、グレール購入品紹介でした。今日はですね、ずっと欲しかったジャケットとか、あとね、初めて挑戦するような靴もゲットできたので、すごく満足です。はい、ということで今日の動画は以上です。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやってるので、よかったら概要欄から飛んでみてください。じゃあ、バイバーイ。